皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。5分で学習中1数学、今日は整数と自然数について説明します。整数というのは、これは小数でも分数でもないぴったりした数のことです。中学校では負の数も勉強しているので負の整数もあります。例えばマイナス2ですね。それから0、これは正の数でも負の数でもないんですけれど、これは整数なんですね。それからプラス5、それからプラスの符号を省略した正の数10、こういうものが整数になります。そして次は自然数。自然数というのは繊維の整数のことです。例えばプラス3、プラス9と、ね、プラス11、正の数でプラスの符号を省略して100なんかも、自然数になります。では練習問題やってみましょう。次の数について答えましょう。ここにマイナス1、プラス 1.2、プラス3、マイナス5、マイナス2分の3、プラス 0.5、8、0という8つの数があります。丸1、正の数を選びましょう。正の数というのは正の符号のプラスがついているか、または省略してついていない数でしたね。この中ではプラス 1.2、 プラス3、そしてプラス 0.5、 それからこのプラスの符号がついていない8、これが正の数になります。丸に負の数を選びましょう。負の数というのは必ず負の符号マイナスがついています。この中ではマイナス1、マイナス5、そしてマイナス2分の3、これが負の数ということになりますね。丸3、整数を選びましょう。整数というのは小数でも分数でもないぴったりした数のことです。この中ではマイナス1、それからプラス3、マイナス5、8、そして0、これが整数ということです。丸4、自然数を選びましょう。自然数というのは正の整数のことでしたね。この整数の中から正の整数を選べばいいわけですね。つまりここではプラス3、そして8、これが自然数ということになります。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。